稲宮とも子さん、どうぞ。こんにちは。ご用だ。ご用ありがとうございます。どうぞ。お邪魔します。はいはい、どうぞ。こんな感じで、毎回、はい、楽しい30分を、はい、やらせていただいてるんですが、はい、今日ですね、まあ南谷智子さん、まあ、タオニュースさんですとか、はい、いろんなところでですね、皆さん、カメラの皆さんですね、もう見てるんではないかなと思うんですが、よろしく。ですね、ちょっとですね、南谷さん、智子さんの自己紹介をね、はい、していただいたら、いろいろ今日プレートも持ってきてるんで、プレートイラストレーターだけではないんですね。はい、どうぞ。ありがとうございます。自己紹介というよりも、はい、まあ、私はもともとイラストレーターを、はい、若い時からやってたんですけれども、ね、はいはいはい、今年茅ヶ崎のご当地ナンバープレート、はいはい、そうですね、バイクの原付バイクで、はいはい、原付バイクね、応募しましたら、なんと、これすごいよね、なんと、ね、はい、入りました、うん、これの原付バイク茅ヶ崎ですね、エボシマロが入ってたりですね、このエボシワが入ってたりですね、まあ、サーフボードが入ってたりということでですね、すごく全国的に人気があって、これね、ナンバープレートを、もらうために、原付 50cc とか 70cc 買ったって人がね、ピンクのが、はい、一番最初に並んでくれた方が、これは 120cc 以上の125がピンクなんですけれども、はいはい、最初の一番で、はいはいはい、新聞とかにも載られた方です。本当にこれね、町おこしとしてはね、茅ヶ崎最高じゃないかなと思うんですがね、まあ、それ以外にね、市の方と共同事業じゃないんですけれども、まあ、茅ヶ崎市って共同ではないです、ね、まあ、共同じゃないよね、はい、違います、あんまり共同なんて言っちゃって、ね、はい、よくないんだよな、京道ってどこにあったな、そう、まあ、小田急線、小田急線の、はい、あ、そうだ、はい、あ、よく知ってんじゃん、はい、まあ、今回はね、自転車、原チャリのプレートをですね、作られたということで、はい、それをちょっとですね、はい、ご紹介してもらえます。はい、はい、分かりました。最初に、うん、作ったのが4月に、うん、このラミネートのキープレフトを、うん、3種類作ったんです。これ元気基金かなんかも絡んでる。あ、元気基金で最初、うんうん、作りまして、うんうんうん、はい、はいはいはい、うん、で、市にも応援していただきまして、湘南祭とか、うん、それからアロハマーケットとかで、うんうん、出しましたら、はいはい、すごく皆さんが注目してくださって、で、アルミは作らないの、うん、って言われまして、で、もともとはアルミで作りたかったんです、うんうんうん、でも、まあ、アルミの方がかっこいいっていうかね、かいい、ちゃんとちょっとね、原付のプレートと同じような、ね、ナンバープレートの、ね、そうですね、ですからね、はい、はい、これどういう形で作るかってちょっとですね、はい、宣伝してもらえますか。あ、はい、これ、つけるのは、うん、つけ方ね、自転車の、うんうん、カゴはいはい、はい、カゴこれですね、はいはい、カゴに、うん、前に、はいはいはい、結束バンドが、うん、いろいろ、まあ、ボルトね、でも、はいはいはい、つけられます。はいはいはい、つけてください。まあ、これ後ろにもつけるのもおしゃれですよね。そうですね、サドルの後ろとかにも、うん、つけてる方もいます。はい、はい、今度ですね、まあ、今度、まあ、それ以外にキープレフト以外に今度は、まあ、この間です、この間、ハワイのホノルルと茅ヶ崎市が締結して、まあ、姉妹都市シスターシティですね、シスターシティ、に締結しまして、エメロードのバナーバナナじゃないですよ、バナーね、街路灯の上についてる旗ですけど、それもね、いろいろ3種類、ダイヤモンドヘッド、それからデュークカハナムク、そして、カメハメハ大王かな、それをね、隣の国、あ、違う、それはいいんですが、その写真を入れて、みんなでね、
シスターシティをみんなで祝おうということでですね、盛り上げようということで、ともちゃんがね、はい、作ってくれたのが私もちょっとハワイ大好きなので、ちょっとあのキープレフトはまた違うんですけれども、うん、ホノルル、はいはいはい、アロハ、茅ヶ崎でアロハ作っちゃいました。茅ヶ崎うん、あとちょっとね、もうそろそろね15分ってねそんなに時間ないんで、あと5分しかないんで、はい、そろそろ本題入るかな、はい、商売今度ですね、あの11月の11、12ですね、この皆さん憧れの、なんとゲンチャリプレート、ゲンチャじゃないんだ、チャリプレートね、チャリプレート自転車です。そこまで言うと市役所からね、こうになっちゃうからね、チャリプレート、皆さんにね販売しようかなと思ってます。これねアルミでね1000円ですよ。でね、そのうち当日のみ、皆さんお買い上げの方にはですね、茅ヶ崎市の市民活動の方にもね、なんか、社会貢献したいなということで2人でね、100円を1割100円を茅ヶ崎市元気金の方へ寄付するというイベントにしました。またね、当日ですね、先着10名様ですね、最初の伺いの方には、山地ビルハスキー企画の、人気イベント歌声喫茶とロッカっていう日本文学朗読会ってのあるんですかね、それの、優待券を差し上げるという、特別企画も設けました、うん、まあ、それ以外にですね11月のイベントインフォメーションというので何かあるんですよね、うん、はい、ラスカさんの4階の C スクエアで、はい、うん、これ7月から毎月、うんうん、2日間だけ、うん、キープレフトの紹介と販売を、うん、していますので、はいはい、11月は15、16でやりますので、はいはい、ぜひぜひいらしてください。で、今までのいろんなハッピーパネルっていうか、うんうん、写真もいっぱい飾ってありますので、うん、はいはい、よろしくお願いします。はいはいはい、はい、そんだけでいいの。はい、そんだけでいいの。はい、あとはあとですか、はい、あとこれ、はい、これかぶって、あ、キープレフト自転車も、あ、そう、ヘルメットかぶってる、ね、ヘルメットは、そうそうそう、小学生はかぶらないといけない、うん、あ、そう、はい、小学生だけではかぶん、はい、子供、ね、お子様は、はいはいはい、今日はですね、ご用だと、ちょっと、はい、これですね、なぜこの防災ヘルメットをかぶってきたかというとですね、まあ11月の29日にイベントがあるんです。大きなイベントがあります、みんなで防災を考えるというイベントなんですがね、それの、告知をですね、スイッチオンっていう防災スイッチオンっていうですね、ことでですね、フォーラムの、関係者の方が来ていただいてます。それではね、スイッチオン、はい、変わります。変わります。変わります。いや、最後最後イエーイ、はい、最初のスマイルスマイルスマイ ル, マイルはい、皆さんこんばんは。こんばんは、うちです。チャルです。今日はですね、はい、さっきご紹介があったうち防災スイッチオンプレゼンツ、はい、地震津波防災フォーラム、ついに1年3ヶ月の沈黙を破って本日末にやらせていただきます。これの告知に来ました。はい、11月29日土曜日ですね、はいはいはい、それで、まあ、何やるかっていうと、被災者の人たちが宮城、それから東松島、石巻の被災者の人たちが311で被災して避難所にいた時に、まあ、大変落ち込んじゃうよね。そうですね。で、それを元気づけようって音楽家の寺本達夫さんが体育館に行って、うん、自分たちの体験をじゃあもうミュージカルにしようと。で、それを練習してたところに僕たまたま2月行って、うん、友達にもなって、で、その1年後の3月18日被災者112人で銀座で、はい、ミュージカルが1回だけありました、うん、その時の新聞記事がないじゃん、はい、新聞記事ないじゃないですか。ないじゃん。
かなり大盛況だったんですよね。まあ いや、うん、それで、うん、それでその時の写真がここの時のなんか写真なんだけど、はい、予告編とか落としてない、落としてないか、あ、そうかそう、はい、それはじゃあ本番の時、来週、ね、今週、はい、今週の日曜日にやるから、うちの防災スイッチもやるけど、うん、で、まあ、本当にね、もう津波ではぐれてご夫婦が1週間ぶりにもうどうなんだろうって言った時に再会、ばったり再会したシーンとかを再現して、うん、でその時ね、うん、その時にハグしてもらえなかったから銀座でハグしてとかっていうわけ、みんなの舞台 で、すごいな、でもしかするとそのご夫婦がどうも来てくれそうだと。本当ですか。でこの映画ね90分なんだけど、うん、まあ、あのそういう負けないゾーンだとか、うん、それからあと、30カ国いろんな国から被災のね、うん、応援とか、はい、日本だけじゃなくてしてるんで、30カ国語でありがとうの歌を歌ったりとかしてて、うん、30カ国語のありがとうの歌、うんうん、そういうのいっぱいあります。で、まあ、とても感動的で、まあ、僕も実はこれ見た時に目の前になんか、うん、岸野宮様、紀子様、奥様入ってきたぞみたいな、忘れちゃったけど、皇室の方、岸野宮様、紀子様、岸野宮様、眞子様が入ってこられて、そこをこう歩いてそこに座られてパチって撮ってあげたら、後で怒られて消しちゃったけど、この3月18日の日ですよね。1年間で一番そのお正月 の、 その対談の時にね、感動的な、あの被災者の方々が元気で感動的だった、そういう話をしていただいたので、まあぜひ見ていただきたい。僕があのこれ映画化今年されて、そのフィルム集まれないからね、被災者の人たちで、今年映画化されて東京と名古屋、それから千葉で、今回4回目で神奈川で上映させていただくようになると、本当にまあ、あの僕みんなに見てもらいたくて、これがね実現できて嬉しいんだけど、あの僕ねフォーラムやるときにあんまりこう講演とかさ、はい、真面目な対話とかあんまりしないで、いきなり映画ボーンと見せちゃってるの、今まで。で、千春とかさ、はい、なんか感動、僕は映画で感動させて何かこうスイッチオンさせようと思ってるんだけど、これ映像もそうだよね、はい、これもそうだよね、なんかそういう、映像でとかで、まあ言ってないけども、うん、過去のそういう体験だったり、うん、教訓とか、だから僕がスイッチオン始めたのも、うん、そもそもは南三陸の津波の5分間の映像を見て、あまりにすごすぎて、あのなんとかしないといけないなと思って、このプロジェクト立ち上げたきっかけにもなったんだけど、なんかそういう、どうかな、こういう動画でこういうみんなにスイッチオンしてもらいたいって僕の考えとかって、うん、結構感じるものある。そうですよね、動画でいきなり これで振られても困る。そうか、まあ、これ私見てないので、ね、まあ、本当にどういう内容なのかなっていうところも含めてすごい、期待というか楽しみといった言葉がおかしいですけど、すごく期待しているので、まあ、実はもう実話も実話なので、どんな風なんだろうなっていうのありますね。今例えば防災訓練とかいろいろやったりとかしてるけど、はい、やっぱりどんなことが起きたとか、まあ、今回このテーマも311をありがとう、3.11を忘れない、ありがとう忘れないっていうのがもともとのミュージカルのテーマだったんだけど、はい、僕はそして教訓と備え忘れないって言ったしたのね、やっぱり過去に何があったか、はい、例えば関東大震災で茅ヶ崎ので何が起きたかとか、なんか11月に今度関東大震災の史跡巡りのツアーを茅ヶ崎市がやるみたいで、とてもそういうのもいいと思うんだけど、はい、そういうのをやっぱり学ぶ、知っとくっていうのはね、あ、そんなことあったんだと思えば、そうですね、防ぎようがあんじゃん、せっかく教訓になる過去があるのでね、そういうのをなるべくね、知って、それであえて、それで備えてっていうのはいいと思います、で一応ね、結構よく防災の世界で言われてるのは、阪神大震災とか、それから311もそうなんだけどさ、生き残った人たちっていうのはさ、死んだ経験してないじゃん。そうですね、もう1回しか死ねないですからね、死んじゃった人の声って聞けないじゃん、そうですよね、だから、まあ、その生き残った人たちのなるべくそういう亡くなって、もう本当にすごい悲しい、目の前でさ、家族がさ、僕も家族全員津波に目の前で流されてった人と南三陸で話したことがあるんだけど、そういう人たち
とそのなんか話聞いてね、まあ、その人たちの思いは何かっていうと、もうそういうことを伝えて一人でも多くの人がそういう思いを二度としてほしくないと思ってるのが、この人たちの願いなのよ。そうですよね、うんうん、まあ、もちろん自分たちも踊ったり歌ったりとか表現することで元気が出たとかっていうのもあるんだけど、まあ、ぜひですね、30分最初に寺本達夫さんとそのゲストで出演された方が、まあ、うまくいけば2人宮城から来ていていただけます、はい、それからあと、もしかするとちょっと今打診してんだけど、はい、まあ、うっちーと千春もちょっと司会で手伝ってくれるっていうことなので、はい、お願いしてるし、はい、うっちーとあとエボシマロに来てもらおうかななんてちょっと打診中で、エボシマロとの共演ですか。最初にちょっとミニステージを7時からやって、はい、最初30分をやってから、まあ、90分の映画を見ていただくみたいな内容にしたいと思います、はいはい、じゃあ7時から30分、そういった18時半ぐらいから、ね、うん、来ても会場するんで、そうですね、会場が18時30分場所ですね、はい、場所は茅ヶ崎市民文化会館のこちらショーホールですかね。そうです、はい、あとこれ言って、はい、ん公園、あ、公園ですね、公園が茅ヶ崎市災害救援ボランティア支援センター、茅ヶ崎市社会福祉協議会、茅ヶ崎市文化団体協議会映像演劇部会、神奈川県共産協力がメディア茅ヶ崎、茅ヶ崎テレビ、茅ヶ崎情報、ブロケード茅ヶ崎、タウニー、ティーズエステート、チームエイドフォージャパン、タージですね、湘南茅ヶ崎災害ボランティア、オール茅ヶ崎プラス、東北支援防災減災、ここまでですかね、湘南ビジョン研究所、湘南藤沢シニアネット、鎌倉に震災銭湯を作る会、千葉県線プロジェクト、茅ヶ崎トラストチーム、 NPO サポート茅ヶ崎、 NPO 法人湘南スタイル、南三陸支援チームありがとうということで、公演協賛協力かなり、いただいてますね。マジビルの、加藤さんにも協力いただいて、皆さんからいっぱいね、今ちょっと次の番組で控えてるスクアンドハウリタマさんなんかもこの間、防災、消防防災フェスティバルで一緒に踊ってくれたりとか、今撮ってくれてるヤマピーとか、まあ、いろんな人たちの協力をしていただいてます、茅ヶ崎全体でね、応援してるようなものですね、はいはい、湘南地区 ね、 あとね、チケットは茅ヶ崎はインターネットの人は、はい、まあ、僕にここでポンと投げていただいてもいいですし、うっちーとお友達の方はうっちーに直接、あと E プラス、あとは E プラス、あとセブンイレブン、ファミリーマートなどでも、購入いただけます。 E プラスのセブンイレブン、ファミリーマート発券が手数料がかからなくていいね、あ、そうなんですね。あとは、茅ヶ崎市民文化会館、はい、はい、窓口直接買えるということですね、市民文化会館窓口直接買っていただくこともできますし、あと南口の長谷川書店、駅前ね、はい、駅前にございます、はい、北口の三宅歯科医院、はい、あ、歯医者さんですね、はい、はい、香川にございます、薬の玉の、はい、藤沢北口長谷内科医院、鎌倉堺、そう、藤沢ね、藤沢ですね、長谷内科医院は、はい、藤沢にあります、はい、で鎌倉ですと堺内科胃腸科クリニックということでチケットを買っていただけます、チケットチャリティー入場料1000円となっておりますので、ぜひ、お買い求めいただいて、11月29日楽しみにしていただきたいと思います、はい、僕ね、ちょっとさっきのプレートミスでレフト、キープレフトキープレフト、さっきのですね、実はこれちょっとすごく嬉しくて、もう早速買おうと思ってるけど、実は今度小国地区、僕北側住んでるんだけど、市民集会で、まあ、安全とか防災とか防犯部会をやってて、で交通安全の話、もう右側、自転車右側通行多いんだよ、本当に。自転車も右じゃないですよね、左ですよね。自転車も左、もうね、こう来るとね、俺左に寄ってんのに向かって左側にずっと寄ってくるの、みんな。
ね、でも、はい、でも歩行者が右を歩いてないってこともありますよね、はい、意外とね、はい、それでその防災の話、地域のね、まあ、茅ヶ崎はクラスター火災とかそういうのが危ないんで、うん、まあ茅ヶ崎ゴルフ場の例えば広域避難所とか、うん、それからあと湘北だと300の広域避難所の話もしてるんだけど、やっぱ自転車事故が多分いっぱいあると思ってて、うん、盗まれるのもあるんだけど、このキープレートをね、シェイクアウトと同じぐらい推奨したいね、本当に。はい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 、いいじゃん。そうですね、うん、だって自転車事故でもさ、俺も僕ヘルメット被ってますから、自転車で。自転車、はい、だってね、自転車で大怪我しますよね。いやね、自転車ってね、はい、やっぱり当たると死んじゃう人もいますから、うん、実際に死亡事故ありますもんね。そう、うん、私もね、山地ビルの下でね、あのビラ撒いてる時にね、うん、山地ビルの低空空地が1メートル、あ、2メートルあるんですよね、うん、で2メートルの低空空地の中でビラ撒いてたら、うん、反対側から来た自転車でね、結構倒されたことが2回あったですね、うん、ですからまあ、キープレフトもそうなんだけど、自転車のマナーとかそういうのをですね、このやっぱりプレートを、まあ、プレートそのものはね、本当にデザインもいいですし、それでそれをつけてね、サイクリングロード走ったら、海のね、海風に吹かれながらサイクリングロード走るのもいいけれども、まあ本当にマナーを守って、自転車を走らすことが、うん、まあ、茅ヶ崎で、ね、自転車すごく多いですし、うん、でまた別府さんですとかね、4月の市政史ってありますね、ありますね、それもそうそうそう、うん、それもそうだし、4月にさ、4月って交通事故が危ないからってさ、防災と同じぐらい、うん、あの冊子作ったりしてる、はい、はい、で、あれで僕市民集会で申し入れたらそれやるし、あとじゃあ香川駅前で早速、うん、なんだっけ、無投下の日があったり、あ、出ました、10月10日で香川でチラシ配りとか、11月も10日やります。で来週、今週のそう日曜日、うっちの防災スイッチをやる前に市民集会やるんだよ、市長なんか。その時に これはちょっと借りてって、これみんなにこれ後押しようぜ、お願いします。じゃあ僕だってそれ言って、うちよろしくお願いします。ね、でも、はい、本当にね、キープレフト、いいでしょ、アロハーっていうのはね、うん、ちょっとやっぱりみんなに、ちょっと今あんまりでもご挨拶しながら、ね、思いやりだよね、思いやりで、やっぱりね、今ですね、コメントが来てまして、はい、欲しい、それ欲しいというコメントをいただいてます。はい、欲しい、欲しい、どんどん。11月11日2時から4時、それから10時から12時ですね。そうですね、11月、この浜昼顔メディアセンターなら浜昼顔という山城ビルが、JR 東海道線茅ヶ崎駅北口徒歩1分、のビルの下でですね、ともちゃんも来てもらって、はい、はい、握手会、あ、いいね、握手会、いや逃げちゃう、逃げちゃう、握手会、見たことないです、ね、手離さないとか、いやいや帰れないと、あとサインをつける、いやいやいや、じゃあこれのありがとう入場券とセットで3000円とか、ありがとう入場券とセットで、ありがとう入場券とセットで3000円で売るか多いじゃん。コメントですね、かわいいね、欲しいというコメントもいただいてます。本当に大好きよね、ありがとうございます。本当にね、茅ヶ崎ね、これ、うん、はやそうぜ、うん、はやらそうぜ、これはもう茅ヶ崎に住んでる人はみんなこれをもうつけるみたいなね、うち軽自動車つってんだけど、軽自動車のナンバープレート取ってこっちにしちゃう、それはいかん、それは危険、それは危険だ、はい、自転車でお願いします。じゃあこれも防災、これも防災、日々の防災ですね、はい、何があるかわかんないんですよね、うん、本当に一寸先は本当に闇なんで ね、はい、そうですね、ですからやっぱり自分で自分の身を守るというのはやっぱり防災のね基本でしょうから、うん、はい、ぜひね、こういうのこういうね 3.11、うん、本当にね大変な被害が出たと思うんです、うん、これになんかをねみんなで教訓として見て、さらにね、まあ地震とか津波だけじゃなくて、ね、自転車のね、うん、交通事故なんかも防げたらいいですよね。これさ、はい、
これ左側通行って書いとかないとなんだか分かんないこれでしたあでも、ね、年配の人はこれさなんじゃないこれ、まあ、ちょっと漢字で左側通行って書いてどういうのかこれで、ね、一つ英語の単語が覚えられるじゃないですかこれで左側通行あ、ね、あよく見たらキープレフトだったじゃあねあと、まあ、ここハスキーズ TV なんで私が仕切っちゃうんだけど、はいあともう5分切ってるんですが、はい一言、皆さんにね、うんテレビの前に皆さんにお伝えしたいこと、うん何かね、言い残したいこと言い残したいこと最後の別れのような良くないですよ言い残したい遺言的な本当ねでもね俺ねでもねやっぱりね、ここで津波避難とかね帰宅困難やる時ね、うん、なんかやっぱり ね俺言い残したいことをねなんか書いておいた方がいいかなと思ってるの、うん、っていうのはね 3.1 日の時私ねエレベーターの中にいてね、うん、やっぱり心の準備できてなかったんだけどああやっぱりこれはなんかやんねえなんかやんなきゃいけないのかとかねそう思ったんで、うん、何か本当にちょこっとねもう時間ないけど時間ない、うん、はいキープレフト思いやりの気持ちで、はい、自転車のルールを守って、はい、若い子も、うん、おじいちゃんもおばあちゃんもそうだ、ね、みんな本当特にね、お年を召した方とかそういう方たちというのはやっぱり自転車の方からね、気をつけないとダメ、うん歩行者の方がどいてくれると思っちゃなくて、まあ、自転車でも、うん、やっぱり自転車の方からその人たちはね危なかったら歩いてくださいそう歩いてくださいとか、うんうん、ゆっくりそうですよ、ね、スローライフ、うん、スローライフですから、はい、まあアロハの精神でいきたいですよねはいアロハの精神でよろしくお願いします、はい、じゃあウッチーどうですかウッチーこれからウッチーのこれからまたいろんなところでこれやるんだよね、うん、ありがとうどうもありがとうございます、はい防災スイッチオン、まあ、地震津波火災、うん、最近火山噴火、うん、台風、うんそれからあとエボラウイルスとか、うん、財布落としたとか自転車事故とか酔って iPhone がなくなったとかいろんな iPhone なくなったっていうあとはなんか夜飲みすぎて母ちゃんに怒られたとかいろんな人生の災いがあるんですけど、はいはい、やっぱりどんなそういうことがあってもですね、うん、悔いのないようにしなやかに、はい、タフに、はい、すぐ復元して、はい、元気にまあ困ったら声を出す、はい元気にやっていきましょうっていうのが防災スイッチオンなんでですね、はいまあ、楽しい、はいはい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はい、でも私はですね、まあ、日々の防災ですねこういう地震とかもそうですけど先ほどあったように日々の防災を心がけて自分のことをまず自分で守れるように意識を高めていきたいなと思います、うん、であともう一つ言い残したくないので11月29日土曜日、はい、11月29日ね、はい、皆さん、これ見てください茅ヶ崎、はい、茅ヶ崎市民文化会館のショーホールで行いますのでお願いします、はいはい、チャリティーです、はい、収益は全部、はいはい、そうですね収益は全て、寄付ですね、はいはいはい、ありがとうございます、はい私に言い残したいことというのは11月11日11月12日、山地ビルの前で、販売しますからね、ともちゃんも一緒ですよろしくお願いしますそれではね、はい最後恒例ですので、ねはい、何をやるかというとですね、こうやって、まあ、これはちょっと言ったら10度20度30度というのがですね、はい、いろいろとねこれねマック赤坂で言っちゃっていいのかな、あったんですが、皆さんの今日の気持ちをいらして、はい、スマイルと、はい、ちょっと一回やりましょうね10度20度30度スマイルじゃあねー